吉田さん、今回思考の階層についてちょっとお話ししましょうかね。まあ、ひろとくんも、それから青汁老子も、それぞれにいいビジネスセンスを持っていて、青汁老子がね、なんで青汁老子になったのかっていうのは、やっぱり独特なんですよね。あれだけ自分のことを公開してるのに、誰も追いつけない、真似できない、そんなところまで来てるかなと思いますし、そうですね、ビジネスの手法をね、 売るにしても売らないにしても青王子の考え方立派なんですけども青王子が自分のビジネスモデルを売らなくても他の人が売ってしまうから結局一緒なんだよねってことなんですよねうんまあそれでどんなに自分のビジネスを公開したところでねそれを身につけられる人はほとんどいないのでまあビビることはないんじゃないかなとライバルが増えるってこともないだろうなと思うんですようんまあだからといってね 売れるものは何でも売れという考えなのか、それとも自分はビジネスでセンスするわけであって、勝負するわけであって、ビジネスモデルを売ってセンス、あの、勝負してるわけじゃないよっていう青白白の考え方もまあ立派だなと思いますよね。はい、それで思考の階層のことなんですけども、ある例をね、今回出していこうかなと思うんですよ。それは師匠と弟子の例なんですけども、ある時ね、師匠が弟子に課題を与えるんですよ。 それは一匹の魚を取り出して、弟子の前に置くんですよ。で、お前にはこれが何に見えるかっていうふうに聞くんですよね。で、弟子は、魚ですけどって言うんですよ。そしたら、師匠はね、弟子をバシンと叩いてね、馬鹿者と。もうちょっとお前にしかわからないような説明をしてみろっていうわけなんですよね。それで、その弟子は、魚を隅々まで観察して、魚の名前を調べてね、そして師匠に、 これこれこういう魚ですっていうふうに話すんですよ。そしたら師匠はバカもんと。そんなことは誰も知っとるわみたいな。もうちょっとお前がね、自分の弟子だったらどういうふうに見るのかが聞きたいんだっていうわけですよ。それで弟子はね、もう一回その魚をよく観察するために今度ね、こう分解してみるんですよね。魚でもって三枚おろしにして細かいところまでよく見てみるんですよ。そして、 その魚の内側、外側を全部見た後で、師匠のところに行って、いやー師匠、わかりました。こういうことなんですね。とか言って、いろいろ細々と説明するんですよ。そうすると師匠はね、やっぱり眉一つ動かさずに、そんなことはみんな知っとるわい。そこら辺の料理に聞いてみろ。同じこと言うぞ。みたいな感じで去っていくんですよ。そして、弟子は、これでもダメなのか、と思ってね、今度はね、どうしたと思います こっからが思考の階層のあなるほどっていうところなんですよ。うんその弟子はねその魚を持ってきたそのお屋敷のね使用人に聞くんですよ。この魚ってどっから持ってきたの何でこの魚を選んだのこの魚は寿命どのぐらいなんだいどんなものを食べてどういった生物に餌にされるのとか聞くんですよ。 で、もっと聞くんですよね。たくさんの魚の中から、同じ種類の魚の中から、なんでこの一匹を選んで持ってきたのと何で持ってきたのそもそもこの魚っていうのは、どのぐらい生きるのだ食べれるのかどうやって食べたら美味しいんだどんな栄養があるんだいって聞くわけなんですよね。さすがにそうすると、潮にもわからないんで、ちょっとわかんないですね、と。じゃあ、この魚が泳いでいる、 ところがありますんでそこにちょっと行ってみますかって感じでそこにね1週間かけて行くわけですよで1週間かけて行ってその魚のことをよく観察してねで何匹か釣ってみてで食べれるって言うんでね、あのー、焼き魚にして食べてみるわけですよでなかなか美味しいなと味噌をつけてみようかな醤油をつけてみようかなって食べるわけですよねうんそれからその地域にお住まいの方にその魚をこう見してね いいいろろ評判を聞いてみるわけですよそうやってそこで3日三晩過ごすわけなんですよね。でこの魚のことを地域の方から聞いたりとかね。だから味についての感想を聞いたりとか。それからね子供を何匹産むのかとかね。まあ、とにかくそうやって3日三晩地域の人に聞いてみてそれからまたね1週間かけて 使用人と共に戻ってきたわけですよね。で、戻ってきて、また師匠の部屋に行くわけですよ。師匠と。わかりました。この魚はねって言って説明をするわけですよ。その説明は、なんと、6時間にもうやんだようです。師匠はそれを眉ひとさず、眉一ずあ、眉ね、一つ動かさずにずっと聞いていて、そして、すべてお話し終わった時に弟子に言うわけですよ。うん。 確かにお前はこの魚を見たな。そういうことなんだ。ここまでその魚を説明するために時間や労力を費やした人はまあいないだろう。だからこの魚は隠されているわけではないんだけどもお前にしかわからないものになったんだよ。この魚の知識とかそしてその魚の見方とかね。 そこに関わった人々。それ、それこそがお前の財産であり、それをお前が見たっていうことなんだよっていうふうに話されるんですよね。で、結局、ここで学べることっていうのは、あの、私はね、自己アフィリエイトにも応用してるんですよ。この話を聞いたのが私、高校生の時だったんですけどもね。あの、ある論語かなんかで読んだんですね。中国の書物で。何に書いてあったか忘れてたんですけども。で、 自家オフィリエトの時に、誰もがやるようなこと、誰もができるようなことをやるんじゃなくって、え、そんな方法があんのみたいなことまでやって、初めて、そのやり方を情報公開したところで、誰もついてこれないような、うん、独特な情報ができる。だからわざわざ秘密にする必要がないんだよってことなんですよね。ね、YouTube だってね、全然秘密にする必要がないんですよ。何本。 アップロードしたかなんて、どのぐらい収益が上がったかなんて、全然秘密に必要がないです。ライバルも増えないです。誰も彼もがね、動画1万本、2万本、5万本作るんだったら、それはね、すごい過当競争になると思いますけども、やらないから。やらないんですよ。だから1万本動画作ったら、毎月の広告収入がこのくらいになってますよって言っても、それ答え分かっていてもやらないから。ね。だから結局、 秘密にしなければ守れないような情報なんて、うん、大したことがないんですよね。今、規制緩和って言われて、いろんなところに規制がね、広がっていく規制がどん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 取っ払われていって、みんながね、商売できるし、みんながね、いろんなことを知れる。情報が民主化した時代にでも、うん、やっぱりね、 求めて目指して達成する人ってのは結局そんなに変わらないんですよね。まあ私はそう思いますけどね。はい、ということでございました。まああの、自分にしかわからないことどうかなっていうところですね、うん。ちなみにね、今ね、パパ活専門のアプリってあるんですよ。そのアプリ、当然私もやってるんですけども、利用料が年間7万円を超えるんですよ。 基本料金ですよ。7万六千円ぐらいだったかな、基本料金。あるんですよ。でも、このアプリ、モッピーを通じて契約すると、8万一千円キャッシュバックということなんで、パパ活アプリを使って、さらに合計で5千円儲かるというね、ビジネスモデルです。これをね、パパ活アプリ、出会い系アプリっていうふうに表面だけ見るんじゃなくて、それを契約するときに、 どのルートから入ったらいいだろうかってことを今までポイントサイトアフィリエイト網羅してきたからこそこのルートが見つかるんですよね。ということで今回は以上でした。いってらっしゃい。